はい、皆さんこんにちは、アンクル K です。いつもご視聴ありがとうございます。移動販売車の方ですね、1台また簡単にご紹介させていただきたいと思います。今回のですね、お車はですね、軽トラにですね、お世話になっております親御様の方でですね、箱をですね製作していただきまして、中もですね製作していただきまして、私の工房でですねカントリーウィンドウだけをですね、付けさせていただいたという仕様になります。それではご紹介させていただきます。このカントリーウィンドウはですね、先だってご紹介をさせていただいている車とですね、同様のものになるんですが、おかげさまで中村智也さん主演のですね、コーヒーいかがでしょうというテレビドラマがあったんですが、そのテレビドラマでですね、中村智也さんが、移動販売車で、コーヒーを入れてですね、皆様の心を癒していくというような、ドラマだったんですけど、そのですね、ドラマの撮影で起用していただきました車をですね、私のところで製作させていただきまして、この窓をつけさせていただいたという形になっております。その時はですねサイドのみだったんですけど、今回はですねリアの方にもですねつけさせていただきまして、こんな R を取りました窓になっております。ちょっと開けてみます。こちらの金具ですね、これをここにかけていただくだけなんですが、これで開いた状態ですね。こんなですね、開いた状態になります。バネでですね止まる形になっておりますので、若干風がですね吹いてもですね窓の方若干揺れますけど大丈夫かなというふうに思います。こんなですね窓だけを、カントリーウィンドウだけをですね軽トラに付けさせていただきました。それではですね、中の方もご紹介させていただきます。こちらの製作はですね、親会社様になりますけども、アルミの複合板というものですね、前面に貼られております。中に冷蔵庫もですね、もうセッティングされておりまして、これからですね、水のタンクを積まれるということだと思うんですけど、こちらのですね、フットスイッチを踏んでいただきました蛇口を触らずですね、衛生的にこのポンプが動きまして、ポリタンから水を汲んで、この蛇口にからですね、シンクに水が落ちる形になっております。エアコンもですね、ついておりますので、夏場のご商売なんかもですね、快適にできるかなという仕様ですね。換気扇もついております。こんなですね、カントリーウィンドウをですね、製作させていただきました。それではですね、最後にお世話になっております親御様のですね、ご紹介させていただきまして終了させていただきたいと思います。株式会社 B ステージになります。お電話番号はご覧の通りになります。それでは最後までご清聴ありがとうございました。